おのれそう前向き YouTube。 どうも、今回は、自分の目標を手帳に書く。やっぱりね、目標立てても忘れちゃう、もしくは今年何だったっけなってやっぱりボケてしまう。この辺りが危ないんですね。ですからこの手帳に今年の目標をちょっと演奏で書いてみます。よろしいですか。でこれを描くとね、手帳を開くたんびに目に入ってきますんで、とてもビジュアルというか効果があります。あ、そうか、今年これもやらなきゃいけないとね。で特に見開きにパンと置いて、まず演奏でぐる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 一発目ぐるっと回します。今年の目標を描くと、なるべくでっかくね目に入るように。そして今年はそうだなと、自分の目標は何だったんだろうなっていうことをこのように、描きます。本気で、まず太いやつから本気で、やると、本気でやると目に飛び込んでくるわけです。そしてここにどんな小さなことでもコツ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 とやる、このように自分で、本気で、どんな小さなことでも手を抜かない、これが今年の自分の行動指針だというふうであれば、ここに、あれないな、ペンがないな、覚えちゃったかな、ささやきペンが、はい、あんだ、いやいや、うん、今あったんだけど、ないです、その編集したね、はい、なんか私のもないじゃん、え、私のもない、あったあった、あれあれ、どんな小さなことでも、ここに、どんな、小さなことでも、どんな小さなことでも本気でやるというのは今年のテーマというふうで入れて、ここに、印鑑をします。決意ですね。ちょうど2月3月は1月に立てた目標が曖昧になる時期ですから、このように印鑑をして、どんな小さな、やっぱり目に入りますね。これいくらボールペンで書いてもね、やっぱりちょっとねインパクトがグッとくるものがないもんですから、やっぱりこの筆でバッチリ書けばやっぱり目にも入るし、あ、いかんいかん、本気でなあかん、やっぱり1月に立てた目標はやっぱり必ず本気でやるというふうで、できると思いますので、ぜひやってください。よろしくお願いします。己の心を、己の言葉で、己の決めた道を笑っている。